インダイナマティアのヒロです。チャオです。今回なんですけれども、よくお客さんに聞かれるんですけど、その相場が高いブランドっていうのはどういうのがあるのかっていうのを、人気あるブランド、そうです、を聞かれまして、よく聞かれるね。で、その特に今今年2021年の、上半期でどういったブランドがその今相場が高いのかっていうのを店長に聞いてみたいなと思ったんですけど、最近出てきたブランドやと、はい、ダイワピュア、は知ってる？最近ダイワさん。釣りの、釣りのダイワっていうブランドがアパレルラインを出した感じで、ほんまに釣りを元にして、今日もう面白いよ。まあそうですね。釣りのブランドさ、うん、釣りのブランドはなんかまあ機能面を重視して、釣り行く時にも着れるような服を提案してるけど、はいはい、買え、人気で全然、その定価で買おうと思っても買われへんから、はいはい、やっぱ結構すごい高まってるから。物によってはプレミアムだったんですけど、定価は結構そんなにすごい高いわけじゃないですか。日本のブランドやしそこまで高くないけど、あとレショップさんとコラボしたりとかして、はい、結構もうセレクトショップで取り扱ってるところから、うん、最近の中ではダイワさんすごいファッション業界に旋風を巻き起こしてる感じだと思う。順番は適当でいいやな、はい、そのめちゃくちゃ高いランキングとかもあって出てくるのはセントマイケル。ああ、はいはいはい、うん、セントマイケルも最近でしょ。セントマイケルもさ、両方あれちゃん去年の SS ぐらいじゃない、確かセントマイケルはどっちかというとインポートに名前がね、レディファのポスパワーさんとアメリカの名前が出てこない、なんて言ってたっけ、なんちゃらデビットさん、カリーソンヒルデビット、あカリーソンヒルデビットさん、はい、が2人で共同でやってるのか。そうですね、2人で、うん、でこのカリソン・ヒル・リビットっていう人はなんかそのカニエ・ウエストのマーチャンダイズデザインっていう側面を持って、まあカニエの関係者みたいな、そういうの多いよそういうの超ない、なんかギャラリーデプトのこの人の関係周りにいたらなんか人気になるなんか仕組まれてるような気がするけどでもセントマイケルも人気あるね。セントマイケルは逆になんか定価結構いい、なんかジャケットとかいいよね、うん、いい値段するやつもあるよ、うん、と小森ちゃんはやっぱ安定、まあ、安定の小森さんはすげえな、ほんまにだってなんかほぼなくない完売しててだからもうほんま発売のタイミングで用意ドン、一時のシュプリームみたいな感じでシュプリームほど買われへんってことはないかもしらんけど、はい、せーの発売ってスタートっていうタイミングで行って買わないと、多分もうこんなん出てたんや、ああ今あるかな、じゃあ多分遅い、大体販売してるし、結構もう転売屋っていうかもう転売する人が増えてきたブランドやなっていう感じですね。他は何かあります？他は？あとまあ堺とかはやっぱ安定してる人気あるイメージ、ね、あと大井とか、なんか結構日本のドメスティックのブランドが、そうなんや、なんか俺最近思ってやっぱちょっとストリートブームが落ち着いてる感じはせえ、はいはい、なんか下なんかしてもそれこそそんななんかオーラリーとか堺があっていう、なんか今ほどじゃなかったような気が、うん、まあそれはなんか音楽とかそうだけど、後でちょっと話したいことなんだけど、はい、相場が下がったブランドもちょっと言いたい、あ、なんか逆に、うん、うん、だからそれと比較すると、あやっぱストリートちょっと落ち着いてきたなっていう感じがあって、もうモードっていうかちょっとファッションの流れ変わったなって思うのがあって、あとは相場が高いってなったらセリーヌはやっぱ、はいはい、今年の SS から 21SS からは相場めっちゃ高い、めっちゃ高い、急に高くなった20選ぶまで全然値段つけへんかったそのあれですよ、元値が高いんで金額はいくかもしれないですけど、はいはいはい、定価からの割合っていう観点で見たらやっぱセリーヌ低かった、結構20万円するジャケットとかで、うん、もう5万円とか6万円とかぐらいやったと思うから、はいはい、今は結構それが、あのニットとかあって17万円ぐらいする唇のニットとか、中古でも今10万円とか買ってていいのか、はいはい、でもそこまで割合がめっちゃ高くなって、確かにそうです、結構戻ってくる、うん、あとはジルサンダーとか、ちゃうジルサンダーとかも安定して人気あるイメージがある、じゃあ逆に、はい、相場が落ちたブランド、相場が落ちたブランド、あ、ヒロ君ショックがあるかもしれない、やだなそれは、ベトモンです、出たよベトモンはちょっと落ち着いたなっていう印象やね、正直、あ、そうですね、うん、まあ、やっぱデムナ抜けたのはでかいかもしれない、確かに、俺も最近あんまり買ってないですか
最近のもんもそうやし、結構名作って言われてるやつも正直ちょっと落ち着いてる気がするかな。ボンバージャケットとか、モータルファッキンダークのボンバージャケットとかも、以前って多分ピーク50万ぐらいいってたやつか、今はちょっと落ち着いてんじゃないかなとは思うな。オフホワイト、オフホワイトはそうですね。オフホワイトとナイキのあのね、10シリーズとかはまあそんなには、まあでもちょっと落ち着いてる気はするでしょうね。もうピークは天井はいったかなっていうか印象あるか、逆に言えば結構長い間持ってたっていう、だよな、すごいと思う。アパレル類が特に落ち着いてるかな、あれ何なんですかね。若い人がやっぱ着てるからっていうのがある、履いてるから、ずっとあるからみんな来てっていうよりは結構やっぱ流行りもんやったやんと思う、あの若い子が着るっていうのはやっぱ流行りもんが好きなので着てる子が多かったりするやんか、だから、はいはい、まあ、そうやね、どっちかというと流行りもん好きやんか、ね、だからそのブランドとかそのデザイナーさんが好きで買ってる層っていうのはちょっと少なかったのかなっていう、だからやっぱ流行りが過ぎると相場落ちるときは一気に落ちるっていう傾向にある。確かに俺の場合だと有名なバザリが好きなんで、今はバレンシアガ確かに買ってるし、デムナ好きってなったらやっぱバレンシアガ買うのが分かるのかな、そういうのはあるかなと、あと流行りすぎたっていうのもあるかもね。あ、そうだ、急にそうそう急にドンって相場が上がるっていうか人気が出ちゃうと、やっぱ飽きられた時、ピーク過ぎた時っていうのは結構カクンって落ちてる傾向にあるから、上がった分、その下がる、他なんかあります？あ、これはちょっとあれやけど、シュプリームもやっぱちょっと落ち着いたなと思う、以前に比べると、まあ、その定価からの割合で言ったらシュプリームやっぱ未だにすごいT シャツさ7000円とか8000円ぐらいか定価中古でも、ね、やっぱ落ち着いたって言われてても3000円ぐらい出るやん買い取りそれって他のブランドでは考えられへんから、はい、今までやったら7000円の T シャツ中古でも7000円出てたのが、3000円になったら結構落ちてるのは落ちてるけど、ただもう普通にすごい他のブランドからしたらふざけんな、ふざけんなって感じだけど、まあシュプリームもちょっと落ち着いてる傾向にはあるから、それだとやっぱナイキとかもランクローとかジョーダンとか、ナイキはねちょっと特殊っていうか、もうそのスニーカーのモデルにやっぱ寄って結構相場が違うっていうのがあるから、人気モデルはもう集中して人気があって相場が高いって感じがある。まあそう考えるとやっぱストリートブランドちょっと落ち着いてきたよなって。そうですね、全体的に見ると、なんかフィアオブゴッドとかも、なんかちょっとそうやね、フィアオブゴッドとかアミリとかもそうかな、ちょっとストリートテイストブランドは落ち着いてきた感じがするな。パームエンジンスとか、ストリート全盛期の時に流行ってたブランドっていうのは比べてやっぱ日本のブランドってやっぱ値段出やすいんだなって最近思ったけど、なんでかって言ったら、その海外サイトでインポートブランドってやっぱ日本より安いから安く買えるの、そもそも。そうですね、それは日本のブランドでじゃあ海外サイトって言ったら日本の定価より高いかな。高いですね。そう、なんかそういうのも多分中古相場に影響するのと、だからそもそもインポートブランドは日本のブランドより割合的な観点で言うと相場は低くなる傾向があると。レイヴィトンとかは別やもんね、海外サイトで買われへんブランドだと、だからディオールとかセリーヌとかも相場が割と高いのはそういうことだと、海外サイトでは買われへんとこが多いから、あんまり種類がないですね。ミスターポーターやったっけ、が今年からセリーヌやってるけど、ここはパーフェッチとか、このパーフェッチもあれですもん、グレードで。じゃあパーフェッチ実はセリーヌ買えるから、そうですね、あのビップの人だけだこれ知らん人多いかもしれんけど、実はそこに気づくまで150万そうそう、年間かなり買ってる人じゃないとセリーヌは買われへんっていう、まあ、うまいことやってるんですよ、そうなったりするから、そうやって考えるとやっぱ日本のブランドがやっぱり、あの昔戦略が出やすいっていうところがあるんですかね。そうやね、日本のブランドそこで言うと高いから、結構飽きて売る際とかもちょっとお得感はあるかもしれない、定価もそんなインポートブランドやったら高くはないから、とりあえず相場が高い2021年上半期ブランドは、まあ純不動ですけど、コモリ、あと酒井、あとジルサンダー、セントマイケル、セリーヌ、あとダイアピア、だからまあオーラルってことだけどね、って感じかな。だから今旬なブランドっていうか、まあ相場高いって結局流行ってるブランドで、人気がある、人気があるブランドになりますかね。でまあちょっと落ち着いたなっていうブランドはオフホワイトとベトナム。
ちょっと落ち着いたかなって感じかな。なんでまあ結構ねリセールを気にする気にして買い物するって人は少ないかもしれないですけど、例えばオフホワイトの商品とセリーヌ商品を今正規店で悩んだとするか、値段も一緒ぐらいで悩んだとしたら、リセールを考えるならセリーヌを今買う方がいいかな。飽きて売る時にはちょっとお得感は出るかなっていう感じがする。ちょっとね結構よく聞かれることがあったんで、こういうちょっと久しぶりの真面目な会話。でもまあこの辺りのブランドもまたあれですよね、時期過ぎていったらまたこれも変わってくる可能性っていうのは、結局相場っていうのはよく皆さん勘違いされがちなのはその時なので、今相場が高いブランドを言ってるだけであって、これが極端な話明日、1ヶ月後、2ヶ月後とかで変わる可能性も全然あるんで、今この上げてるタイミング、この動画撮ってるタイミングでは相場が高いってことなんで、1年後では全然順位とかいろいろ変わってると思うんで、そこだけご理解いただければですね。はい、ありがとうございます。なんか気になることとかありましたらコメントいただければ返事できる限りはしたいと思いますし、まあ企画にもしたいと思うのでぜひコメントいただければと思います。はい、この動画がいいと思いましたら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。